新生キングプリンスについて、アイトルとはアンドのことである。2023年5月23日より長瀬角と橋山の二人体制となったキングプリンス。そして、新体制での初めてのシングル、何物が6月21日にリリースされる。キングプリンスのシンデレラガールはラブソングの決定的な理想であり、国民的グループという呼称すら霞んでしまうほど、 不滅の輝きできらめいていると評するライターのアイダフニが、アイドルとは何か、さらに新生キング、プリンスによる新しいラブソングについて紐解いていく。不滅の輝きできらめいているラブソングの理想、シンデレラガール、平野ノ仕様の、かぐわしき永遠のダンス。ジング優ジユタの、かけがえのない笑み。キシユタの、限りない頼もしさ。三人のいないキング、プリンスは、寂しい。けれども、 デビュー5周年を迎えた2023年5月23日、長瀬角と橋山の二人体制での新たなスタートを切ったキングプリンスに一つの発明を見る。少なくとも私にはそれは小さくて大きな発見である。アイドルはラブソングばかりを歌っているわけではない。例えばシクストーンスの最新シングル、こっからはファンキーなサウンドにヒップホップ的なインフミまくりのリリックが畳みかけ、 会長に突っ走る、名乗りの歌だ。自己言及であり、自己紹介であり、ぼやきであり、自虐であり、開き直りであり、現状肯定であり、何よりもステートメント、声明だ。私はこうしたものでござい、というイントロデュース。個性豊かな6人グループだからこそ、主観が束になる爽快。だが、まず、アイドル。ここでは男性アイドルを指すという花が、 ラブソングで作く瞬間について考えてみたい。2018年、6人グループとしてデビューしたキングプリンスの最初のシングル、シンデレラガール。この曲は2023年、平野、神宮寺、騎士が脱退する直前に、シンデレラガール2023としてセルフリメイクされた。君は、シンデレラガール。そう歌い出されるこの曲は、魔法には起源があることを明示しながら、僕は君を守り続ける。 と宣言する。究極の女性賛美を、恋の刹那を、永遠の誓いを、すべて捧げる王道のラブソング。限られた時間の中に、終わらない思いを託すのが、いつの世も、万葉集の頃から、変わらぬ恋心の具現に他ならない。その、ことの母恋心の表現は、楽曲によって、アイドルによって、グループによって、違う。その違いこそが、個性。ただが、いつだって、ラブソングの普遍は、 君の一部に宿る。そして、男性アイドルグループが発する。君には独特の情緒がある。君と呼びかけるのは、僕、である。僕、かえて、君がいるのではない。君、かいて、僕がいる。君、書いて初めて、僕は存在できる。シンデレラガールが優れている点は、君から始め、僕が出てくるのはサビの最後という構成にある。つまり、君は、僕の存在証明。 聞き手にとっては疑似恋愛にもなり得るし、憧れが永久期間として成就もするだろう。一つの極み、キングプリンスのシンデレラガールはラブソングの決定的な理想であり、国民的グループという故障すら霞んでしまうほど、不滅の輝きできらめいている。だからこその、セルフリメイクだったのだと思う。魔法の言葉である、君、男性アイドルグループが発する、君には、独特の情緒がある。 と書いた。なぜなら、主に複数の男性によって、君が発もされているからだ。歌詞の上では単数形の、僕、でありながら、それを口にしているのは、それぞれ異なる魅力を有した、男性たち。だから、正確に言えば、僕たちだが、あくまでも言葉は、僕。つまり、主観は複数。逆に、主観が語りかける対象、君が単数であることが際立つ。これが、 ときめきの根底にあるものだと考えられる。君と僕。それは女性と男性であり、お姫様と王子様であり、ファンとアイドルたちである。僕が君と口にすることで君に主観が与えられる。その時僕は君という主観を下支えするための客観となる。ヒロインの誕生。シンデレラの誕生。君は魔法の言葉である。キングプリンスのみならず。 アイドルたちは、確かような方法で、君を送ってきた。君のためのラブソング。君を、君にするためのラブソング。僕は、君を、君にするためのアイドル。一つのエンディングを迎えた、君と僕のストーリー。グループがそれまでと形を変えるとき、歌詞の、君は、ラブソングの普遍とは異なる情緒を編み上げる。5人での最後のシングル、Life Goes On にも、君というフレーズはあり、君とならオールライトと歌われるが、 僕という一人称はない。泣き笑い、また明日に恋をしよう、突げ一人じゃないさ、とねにらう。おそらくこれはラブソングというよりは、感謝の歌であり、そこからは様々な思いを感じ取ることができる。君がいるから、僕がいる。そんなラブソングの世界を生きてきた両者だからこそ、たとえ、僕がいなくても、人生は続く、と伝えられるのだろう。束の間の別れに際しているからこそ、土にできる、君が、 ここにはある。僕とわざわざ発語しなくても、思いは込められるし、届けることはできる。信頼関係。君さえいれば、大切なことはメッセージできる。すべて言語化しなくても、受け取ってもらえる。それこそが、君と、僕とも言える。終局だからこそ、守護の不在は寒涙を呼ぶ。それでも、人生は続くのだ。ライフゴーゾーンと両英明仕様だった、We Are Young において、キング プリンスは、B という主語をタイトルに掲げ、曲の中でも歌う。彼らは、君の背中を背を、と口にするが、ここでの、君は、若い頃の自分たちのことである。この曲は、もはやラブソングではない。角での歌であり、主語は主語に語りかけることで、ストーリーは円環を結ぼうとしている。ベストアルバム、ミスター・ファイブの末尾に収録された新曲、ビューティフル・フラワーには、過去のキング、&、 プリンス楽曲群から様々なフレーズが引用されているが、君と僕が並列化された、そう君らしく、そう僕らしく、はとに強く印象に残る。平野紫耀、岸優太、そして神宮寺裕太へと歌い継がれていく構成それ自体が明確なメッセージとなっており、最終的にはラブソングとして大きな花を咲かせることになる。Life Goes On, We Are Young, Beautiful Flower はそれぞれ別の作詞者だが、 どの楽曲にも、ストーリー、ストーリーの一部が含まれており、三部作と呼びえる。君と、僕のストーリーは、今、一つのエンディングを迎えた。そんな風に受け取ることも可能なのである。二人だからできること、&、二人にしかできないこと、シンデレラガールで始まり、シンデレラガール2023で終わる物語。その最終版の積別三部作。では、二人体制となったキング、&、プリンスは、 どんな出発を選んだのか。キングプリンス。何者はシクストーンス。こっからに連なるドラマ。だが、情熱はある。日本テレビの主題歌だ。キングプリンスの橋山とシクストーンスの森本慎太郎が共演。オードリーの若林正康と南海キャンディーズの山里亮太が特別ユニット。足りない二人を組むまでのストーリー。シクストーンス楽曲からキングプリンス。 プリンス楽曲へとバトンが渡されていく構成の行は、相方が別にいる漫才指導師導士がコンビを組むドラマの設定とリンクしており、破格の重ね合わせだ。だが、こうした背景をあえて考えずに新生キングプリンスの生まれたての曲として捉えると、長瀬角と橋山のコンビネーションに的が絞られている様がすこぶるビビットだ。二分割された画面が合流する模様を、晴れやかな集いの描写、コロナ明けの 健全な喧騒の復活がイメージされる。も交えながら紡いでいく MV の世界観は秀逸長瀬はすっきり早起き。橋は二度寝で寝坊。それぞれのライフスタイル、サイクル、スピードはまるで違うが、異なる場所、時間を巡り歩くことで、やがて夕暮れに開口する。映像を眺めるだけでも、コンセプトの打ち出しは明快で、日常から多幸感をすっくい取るように、誰もが癒される。この曲には、君も、 僕もいない。何者でもなくたって夢を描こう。最初のフレーズに主語はない。対象もない。漠然とした呼びかけだけが、こだましている。自分をやんわりこぶしているとも言えるし、誰かを励ましているとも捉えられる。だが、はっきりしたことは何もない。多分、自分の気分を上げることも、大切な人のそばで変装することも、同じことなのだ。己と他人に境目がない。あなたは私、私はあなた。 つまりは、どちらも世界だ。誰かに優しくするように、自分にも柔らかく接する。そんな平常心が波打っている。流瀬角のカジュアルでキュートなダンス。橋山のエリアを少しだけ拡張するようなささやかなステップ。両者の溶け合うような掛け合いが、対立軸や役割分担を無効化する。ただ、共にいる。真っ白なキャンバスに足してゆけば、国民的グループのメンバーである二人が、 自分たちは何者でもない可能性がある、とうい、真っ白なキャンバスなんだ。これから色を塗っていけるかもしれない、と、力こぶを感じさせない、聖なる決意表明をしている。平易でフラットな趣、き。彼らのいる場所から引き続きで、私たちの、これからにリンクしているように感じられる。そう、誰もが真っ白。真っ白で繋がっている。ごちゃごちゃだった絵もいつの日か。主観を据えないということは、 つまりこの曲は一種の女児詩だ。誰か特定の人の物語ではなく、この星に生きるありとあらゆるホモ・サピエンスの女児。小さな伝説を紡ぐように、にこやかに。長瀬と橋は歌う。ことさらなハーモニーで盛り上げたりはしない。長瀬のコメントによれば、原曲から音を弾くし、音数を減らしたのだという、大げさなエモーションに背を向けた、低空飛行の女児詩。まっさらで、ひたむきな、生命の皇帝。 きっと壮大な風景に変わっていく。ありきたりのサクセスストーリーではなく、物事を俯瞰から眺めているような、冷静な記述。脳天気にはしゃぐわけでもなく、下を向ききっぱなしでもない。だから、遠くから見れば、友達の何気ない再会も、一つの奇跡になる。MV のラスト。互いを認識した二人は、手を挙げて、挨拶する。声をかけるのはこれからだ。話を始めるのはこれからだ。彼らは、 まだあっただけに過ぎない。すべて、これからだ。橋によれば、この曲には、キング、プリンスらしさもあり、自分たちらしさもあるという。この二つが両立している。継続と再出発が、誰のものでもない目線から紡がれているからだろう。彼らはまっさらであろうとしているし、実際、まっさらだ。足りないものは、何もない。多すぎることも、まるでない。そして、アイドルとしての新規軸が、 そこにはあった。君と、僕。そのストーリーこそ、アイドルが紡ぎ出すべき、最良のもの。私は今もそう思っている。新しいキング、&、プリンスは、そこを起点にアングルを変え、ビジョンを一歩進めた。ほんの一コマかもしれないが、これは新発明であり新発見である。アイドルはラブソングばかりを歌っているわけではない。何者もラブソングではない。しかし、それもまた愛なのだ。 愛はラブソングではないものもラブソングにしてしまう。アイドルとは何か。何者を繰り返して聞いていると、アイドルとは、アンド、つまり、接続そのもの、関係性そのものなのではないかと思わせられる。長瀬角アンド橋山のアンド、You アンド、m e のアンド、そして、キングアンド、プリンスのアンド、キングアンド、プリンスの公式ロゴが、ひそやかに変わった。 初体は五人時代と同じ。だが、アンドの上の飾りが王冠からティアラになった。つまり、王冠ティアラの、アンド。3&2 の、アンド。これまでアンド。これからの、アンド。つなぐ現象としての、アンド。君と、僕をつないでくれる、アンド。家外の、アンド。午前午後の、アンド。夜朝の、アンド。つないでいく。つながっていく。いつの間にか、気がつけば。 意心伝心。壁をすり抜ける、アンド。壁なんて最初からないよと呟く、アンド。5人が2人になった。だけどそれは、デュオではないし、ユニットでもない。やっぱりキング、アンド、プリンスというグループだ。2人だからできることがある。2人にしかできないことがある。それを気張らず、当たり前にやる。2という数字が、アンドだ。6月21日、1年で一番日の長い弟子に、シングル。 何者はリリースされる。四つの版があり、それぞれカップリング曲は違う。サンプルトラックを聴く限り、マジック・オブ・ラブには、君が、僕らが、キス、キルには、マイ・ラバーが、明日の形には、僕らが、名もなきエキストラには、君が、橋山が作詞作曲を担当した、話をしようよには、僕らが、何者にはなかった主語が含まれている。それらはラブソングの可能性が高い。だが、きっと、 何者を通過した後の新しいラブソングだろう。数々の候補曲の中から、長瀬ドと橋山は、何者をシングルに選んだ。そのことに新展開を感じるし、サチはもうそこにある。アンドとしてのアイドル、キング、&、プリンス。今度は、何を繋いでくれるだろう。何かと何かが繋がって、それは初めて愛になる。主語ではなく、&、から始めよう。うん、間笛に。